はい、それでは次のお便りです。ラジオネームホイコーローさん。常連さんですね。いつもお便りありがとう。きまりさん、こんにちは。ご存知のように、僕は心の病気です。泣いても泣いても、心の奥から言葉にならない痛みが襲ってきます。生きているのが辛くて、一日中苦しんでいます。むしろ、苦しむこと以外、何もできません。笑うことも、歩くことも、身の回りの最低限のことも、今はできなくなりました。きまりさんからリストカットを進めてもらい、そのアドバイスのおかげで、一時はとても楽になったのですが、それも、しばらくすると慣れてしまい、やはりダメでした。せっかく僕のために考えてくれたのに、ごめんなさい。きまりさん、今日はお別れのご挨拶です。僕は自殺することにしました。生きていることに、ただ生きている、そのことだけで、どれほど大きな価値があるとしても、僕にはそれをはるかに上回る、ひどい痛みがあるのです。この痛みから逃れたい、苦しみを緩和したい。それだけです。きまりさん、会ったことも、本名も知らない僕のこと、いつも心配して、優しくしてくれて、本当にありがとうございました。僕はひまりさんに、恋をしていたのかもしれません。大好きです。さようなら。そっか、悲しいね。お便りを読んでいる今、この時点で、ホイコーローさんはもう、この世にいないのかな。不思議な感覚だよ。私は昨日と同じように、普通に生きているのに。ホイコーローさん、番組が始まった最初の頃から、よくお便りをくれたよね。毎回、死にたい、死にたい。きまりさん、助けて、苦しい、助けてって。助けてあげられなくて、ごめんね。ぐすん。求めてくれたのに、私、何もしてあげられなかったね。しくしく、しくしく。私、死後の世界とか、生まれ変わりとか、全然信じていないんだけど。もしも万が一、そういうものがあるならば、ホイコーローさんには次の世界で、もっと幸せになってほしいな。私はあなたの分まで、精一杯生きたいと思います。